アイドルなんですけども、今日ねバリアブルローラーフォイル持っていきたいと思います。フォイルってことはもうマルフォイの親戚ってことでやってきた。チコタンおるやん、お前あれじゃん、あの劇場版マリオのやつ。あ、怖すぎる。普通に青いチコね、ビビったんだけど、あれ見た瞬間なんかピンポン押した瞬間にドア開けたらいそうな、ね、そんな感じのやつですよね。やっていきたいけど、チコタンがいるということで今回はマリオっぽくやっていきたいと思うけど、マリオっぽくやるってどういうことだ。同じ任天堂ということでそんなことをしなくていいんじゃないか。ジャマイカ選手権第1位の男に任せてください。チコ様、いいジャマイカなんですよね。おいマジもうなんかジャワカレーぐらいあるけどね。ありがとうありがとう。あ、後ろいるけどもう任せようかな。オッケー、俺はもう前線バーローで行く。これで、あそこないのか、あそここのプロペラ、プロペラがなん。バリアブルローラーフォイルなんですけども、これね隅長シートを手に入れてしまったということで潜伏がすごい刺さりやすいと。隅長シートでこの体を隠しながら自分が前に進んでいくみたいな、そういう作戦がぶっ刺さりなんですけど、今のところ隅長シート の出番ないのでもう帰ってもらってもいいですよ。全然あっちでいいか、マルチミサイルでいいのかもしれない今のところは。ただこういうステージ、あと相手にチャージ上げるときは隅長シートだいぶ刺さるんで、ちょっと有効活用していきたいなっていう感じはするんだけど、どう思いますかチコタンさん。あー、バシュンですか、ありがとうございます。だからここで投げると、でこれでねイカ忍者でちょイカニラせて、ニラ玉食いたいよね。なんかニラって美味しいですよね。くさい。おほちょホッピングシャワーソーナーやめて。31アイスクリームのスペシャル、はい。なバリアブル対面が下手くそなんじゃないか。さあリードされてるよ、大丈夫か。いや大丈夫だ、うん、どうせチコタンが4枚抜きしてくれるから。他人本願寺来た、他力本願寺か、懐かしいですよね。あーそこはなんか明智光秀がね他力本願しすぎて壊滅したみたいな話がありますけど、お前をどこ行った、やばい足元が、はい、オッケー、バカせろ。まあまあまあ、このやっぱ隅流しとだるいんだよ、すごいだるだるイングリッシュダルさんが立ち上がるぐらいのそのだるさ隅流。まあでもだるいだけなんだけど、いやまあいいか、言いますよ、頼むボトルガイザー、ボトルガイザー。さあ手前まで入られそうってことでいただきます。まずはスープから、はい、スープルー、オッケー。やばいこの隅流、ちょっと角っこに追い寄せられちゃう、やばいやばいやばい。相手のバリアブルローラーも隅長使いだ。お前、住友生命長シート。はい、おなき。オッケーオッケー。よいしょい。ナイスナイス、あとカトッパ。カトッパなんてね、もう無視でいいんですから。あんなのね、人に構ってもらえないと、構ってって言って、突然4回踊り出すからね。そういう生き物、カトッパは。無視でいい、無視でいい。左田がいるね。鉛筆、降りてこい。お前、どうせ 6B とかのカッチカチの鉛筆だからな。俺が使ってたのは、2B ということで、ニーヤオートマタにいそうですね。はい。お前、届かない、この思い。あのクワットッパー。だが、カウントがペナルティ取られてないね。オッケーオッケー。これにはワッキーもにっこり。溜まったよ、隅長。これ、え、強っ。この隅長で、俺が隅長を超えていくことによって、なんか気まずい関係性でありますよね。オッケーオッケーオッケー。いけるいけるいける。ナイス。登りね。ふんがーふんがーハンガー、ゲンガー、終わった。というわけでザトマやっていきたいと思います。これは王冠部屋来ましたね。やはり月末じゃない方、王冠がいっぱいいる。さあやっていくということだが、ダイナモローラーね甘いね、これが全然ダイナモのがいいと思う。バリアブル正直今強いとは思うが、ダイナモの方がエナストがあるんで味方に貢献できる。隅長シート所詮自分勝手、自己中だが、そのエゴを試していくと。俺ブルーロック背番号1番でやっていきたい。これで左高に隅長シートを流すことによって、ちょっとダルダルダルダガシート、オッケー。いやこれ強いわ。これね、下がざざるを得ないんで、下がざざるね、あれね、見ざる聞かざる下がざざる乗られてんだけど、そんなこと言ったらやめろよ、そういうことは。バレてる、バレてる、バレてない、ははバレて、うん、さよなら、あぶね、よし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 、逃げれたということで、もう一回隅長を貯めていきたい。もうね、ラスパ積んだわ。さっきまでカムバックだったけど、全然インクの方が欲しいんで、カムバックよりもラストスパートを隅長しと、はい、いや、強い。このエリアを分断すると、まあ、他のゲームでいう木キャラみたいな感じなんで、で、ほい、はい、コロコロコミック増刊中です。左、ありがとう、ありがとう。どこ行った？ラスト。まあ、やられたということでいいかな。そして、隅長シートのめちゃめちゃいいところね。隅長シートがまだ発動中なのに隅長シートが溜まっているという。なので、もう、あと3割で溜まっていく。これが熱い。
またまる、サメライドは無理だよな。そうだよな。ただお前帰れ。よしよしよし。これで、ああ、もう一方的な塗りをね、見せていきたいなと思うんですけど。で、これ、そろそろ溜まると。これまだ墨流しあるじゃん、右に。全然溜まるんだよね。熱いね、これ。なんか、投げた瞬間だから、上に投げたらめちゃめちゃ溜まるの早くなるらしい。上に投げてる瞬間、発動してなくても、もうスペシャルゲージが減ってるみたいな、そういう感じです。これは。お前だけは倒す。やばいやばいやばい。あいつ逃げないな。いや、メガフォン。やばい。狙われてる気がする。やめろ。俺の頭硬すぎてガードしたか。はい、よかった。塗れないね。こうなったらね、ちょっときついんだよ。墨流しシート吐いたところで取ってって感じなんだけど、墨流しシートも塗りが発生するから、こういうこと。もう近づいてね、気づいた頃にはサメライトが降ってくる。お、塗れた。サメライトは？君のサメライトなくなっちゃったね。あとダイナモンを倒していきたい。いや、お前だよな。メガホン、痛すぎ。お前、危ない。あ、待って、空中で死なない。今俺空中で死ぬんかなって思って、もう合唱してた。あ、やん。モップリンがいるからさ、カウントを取られすぎたくないんだよね。さあ、たまる。お前、もうクーゲル見えないよな。墨流しシート別に完全に隠してもいいけどな。ちょっと隙間あるじゃん、あれ。なんかインクの、なんつうの、ハイブリッド的なところなので、そのそこをなくして、いや、ありがとう。キョ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 、いけるぞお前ら。ナイスだ。あとラピッドだけだから、俺前に突っ込むよ。このね、バリアブルがなんでこんなところにみたいな、そういう状況を作りたい。いるわ。なんでこんなところに。よし、オッケーオッケー。で、ダイナモのヘイトを稼いで、まだラピ生きてるか。あいつもやっていく。あー、ありがとう。まあ、とりあえずリードは入ると。で、スミナガも入ると。熱い熱い熱い。どこに履こうか。もうクーゲルとか隠せばいいんだ。熱いね。いや、お前飛んでスミナガ回避は頭いいやん。IQ5 万。ここで、来い。ラピ、ラピ。おい。つま先アタック。よし、右いる右いる。ありがとう。おいるいるいる。ほいほい。オッケー、このやつでかいんじゃない。あとクーゲルだけ耐えれば勝ちよ。いや、いいね。やっぱ墨流しシート流したところと関係ないところに突っ込んでいくの本当に刺さる気がするので、はい、勝てきる。ナイス。さあ、ところでカジキなんだけど、カジキの墨流がだいぶ強いっすよ、これ。あそこ、プロペラのところにウィーンってやったら、プロペラが嫌そうな顔するんで、投げた方がいいと思う。だって、ジムワイパー来た。ケムクジャラ、猫ジャラスジムワイパー来てる。めちゃめちゃ色がね、もうなんかすごいことになってる。墨流しシート溜めていきたいよ。ただ相手ハイドラなんで、ちょっとドゥルドゥル光線には気をつけたいところですけども、お前バリアとかこれで隠す。なんかちょっと出てきた。バリアが出てきたけど。溜めないとまずいね。塗られはするか。はい。当てていく。強い。ここで、お前気づいてるよな。俺バレてるが、プロペラが俺のこと守ってくれる。気づかれてないね、まだ。ありがとう。よしよし、詰めろ詰めろ詰めろ。もうこうなったら、セカンド墨流しシート溜めていく。これ、いいねいいねいいね。このステージ、割とリスキルゲーな気がするんで。ここで、どこにしようかな。はい。この下から見えるちょっとね、隙間がね、R18 ぐらいあります。よいしょ、見た。でもあいつ食らって食らってる。見えてないよ、俺たちのこと。サングラスをかけさせていく。塗られたら、強すぎサメライト。ただハイドラが降りてきちゃうよね。はい。あ、今気まずい。危ねえ、気まず原子が、心の中のキマケンが。はい、飛ぶかめ。危ない。ちょっとお尻がくすぐったぐらい。これもう一回サードスミナが溜めていこう。スミナがたまるね。縦振り強いですね、塗り。はい。で、どこに流すと言いますと、やっぱこれはね、塗られるか。塗られなそう。意外に塗れないな、その角度。オッケーオッケー。ここら辺投げとくわ。いらなかった？これ、利敵隅だが。いや、神隅だからね。味方に感謝されちまうよ。で、こうやってインクを伝っていくと、こっそりね。はい、左高ウィーンつって、ドヤ顔で、モップリンを、モップモップ、やれない。うーい、お前もやってく。あー、しょ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 。ここ取ったらもう勝ちなんじゃないですか。勝ち流しときました。いけ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 。お前ら、若葉もう降りてこねえよ。もうモップリの3名めっちゃ届かない限りは勝てる。ナイス。雑踏だね。雑踏のバリアブルてかローラー種が強いということで、帝王以下2枚編成来た。これは追っかけ回されるな。疑似逃走中が楽しめる。逃走中とか最近見なくなっちゃったからね。昔の頃すっごい好きだったけどね。うごめもで逃走中を書くぐらい好きだったけど、もうね、
恥ずかしいね。やっていこうということで、住み流しと、あ、ここら辺ペッツて、おいしょ、やるね、マジ登って、の、のものののの、よし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 、下がります。で、ローラーをこの、こ、住み流しとの、ここそうだな、避けたいよな、住み流しと。住み流しと何がいいってね、あの端っこら辺狙っとけば大体敵がいるっていう、めちゃめちゃ逃げてくんだよな、あいつら。やばい、危ない、黒、黒さん、黒ちゃん、クロちゃんですって言いながら縦追いが、もう怖すぎるだろその状況。いるよね、多分いますよね。ここドラ、うわー、愛知か、まあ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 、全然いい。ここでの愛知は普通、生レバーだ、まあ、生レバー、まあ当たりますんでね、ダメですけどね、もう命中確率 100%、 もう 1億%、 食っちゃダメよ。ここの全幅メガホンでバレなかったら激アツ、よいしょ、オッケー。メガホンがちょっとチクチクして気持ちいいが、お前はどっちの手をいかない？逃げられた。よし、オッケー。え、強いな。普通に強いな。割と連勝してるんだよね。よいしょ。オッケー、ナイス。ザテンやっていきたい。カナとクジリ行きましょう。うわー、くそー。俺がカナとだったらな、こいつの願いかなでやったのに。畜生。あいつ、1ヶ月名前変わらないけどな。お前1ヶ月毎日リグマしてるよ。リグマ？リグマだっけこのゲーム。オプマ？わからんわ。もうね、普通にガチマッチって言ってるしね。なんか X マッチ言いにくいね。手前にいる。インクがねえな。ラスパ発動しないとインク効率が。やっぱり、お前、これ、勝負するか。無理でーす。オッケーオッケー、懸命判断し、名前を変えていこう。おい、オッケー、踏みつぶしいの。お前は、ここで、いや、早くね？こういう感じの人ね。はい、あげます。あげまして、ここ右。ミネラシートとはもう関係ないところに行きたいイカ忍者なんですよ。スラスラと。メガホン大丈夫？オッケー、ぶっ刺さり。熱い。なんならドーン、よしよしよし。9番が強いな、普通に。ほい。届かん。届かんね。届かんね。あいつ。なぁ。いけるか、お前。任せろ。全然音、あ、ありがとうね。いけ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 。お前についていくぞ、俺は。で、はい。ここに潜伏させてもらいま、いない。熱い、あいつ、熱い。いや、ローラーいいな。一角がでけえから。スイッ、スイッ、あー、プルン。よーし、ミキプルン、ありがとう。なんなら、時間ないよ。ここでね、エリアの前に住み流しと置くことによって、相手、怖くなっちゃう。これ、確定住み流しと。あー、同時に止まんな。思ったよりバリアブルね、かなり強いかもしれない。ということで、バリアブルフォイル派の人は高評価、無印派の人はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。それでは、じゃの。